色線は、占いの一種である。特徴は占うにあたって、計算を行うときに、色盤あるいは、と呼ばれる簡易な器具を使用するところにある。四難六、水の絵式の色盤との関連が推測される。六水の絵板の図式板は、天音地板と呼ばれることもあり、天板と呼ばれる円形の板と地板と呼ばれる方形の板を組み合わせたものが、 基本型で円形の天板が回転する構造となっている。天板や地盤の形状は天は丸口は四角いとする中国の天地間に基づいている。天板や地盤には実感、十二子といった占うために必要な文字や記号が記入されており、天板の文字や記号を地盤のそれと合わせることで簡単な計算を行ったのと同じ効果が得られる。 式盤を作成するにあたって、材料は非常に限定されており、天板では楓にできるコブである風神、地盤では雷に打たれた夏目の抜きが正しい材料とされている。正しい材料で正しく作成した式盤には重力があるとされ、長伏などの儀式で使用されることがある。代表的な式線には、大意識、鈍光式、六、水の意識があり、 これらをまとめて三式と呼ぶ。なおこれら三式の他に、名前だけが伝わっていて、具体的な内容が不明の雷公式があり、三式に雷公式を加えて四式と呼ぶことがある。三式それぞれで異なる形態の式版を使用する。六、水の絵式の式版では、地盤の十二子に、天板の十二深夜十二天章を合わせるので十二の。 要素を基本とし、遁公式の式盤は、八景で表される八の要素、単位式の式盤は、十二子に四隅の門を加えた十六の要素を基本としている。このうち六、水の絵式は、平安時代から鎌倉時代にかけて、恩苗子にとって必須の戦術であった。恩苗子として名高い安倍の生命は、子孫のために、占い自略力定を残した。六、 水の絵式の式盤では、地盤22市、実感四隅の門、東西南北の四方の門が記入されており、これが24山の原型ではないかとする説がある。また六、水の絵式盤の地盤中央に、天板の代わりに、さじ系の方位磁石を置いたものである、市難が、後に、風水で使用される、ラバンの原型ではないかと推測されているが、 実際の、指難を見れば頷ける説である。ありがとうございます。